やあ、せつなけいすけだよ。小倉市巡る愛の名を続きやっていきます。先週が大晦日だったけどさ、1週間飛んで2週間ぶりの、小倉市巡る愛の名をですね、これかな。前回のあらすじ、なんかモナカちゃんとセリカちゃんが喧嘩してもな仲直りしてないところにこの3人の過去が見えたっていう、この3人の先生方の過去を知ることができたってところで終わったんかな。うん、ざっとしたんな。双星先生とテツさんの争いを断ち切るようにセリカが声を発した。ん？どうしてこの話を私たちにしたんですか？ユナ先生は穏やかな目でセリカを見つめ、そしてふっと笑った。言ったでしょ、あなたたちを見ていたら昔のことを思い出したんだって。てっちゃんとともえくんも偶然一緒になったわけだし、こんな機会二度とないから。はあ。ユナ先生の言葉に双星先生もテツさんも穏やかな表情に変わる。先輩の経験談を聞いておくのも後輩の立派な務めよ。どうしてこんなの話をしたかのかは自分で考えてみてね。そんなん考えよったらさ、もう気が切らないぐらいにさ、月日が経ちそうな気がしますけど、まあ大人になったらわかりますっていう遠回しに言うんだろうな。大人になったらわかるんですね。あ、セリカちゃんも、さすがのセリカちゃんもさ、いや、この答えにはちょっと答えはできんらしいな。なんでなんかってわからんらしい。セリカは何か考え込むように3人の姿を見ていた。あら、もうこんな時間ね。ユラ先生が時計を目に向ける。さーて、喋り疲れちゃったし、私はそろそろ失礼するわね。あ、俺もまだ水星の仕事があるから帰らないと。頑張れよ、おじさん楽しみにしてるからな。じゃあ俺も戻るか。双星先生はどうせ仕事ないんでしょ。分かってますよ。お前らもう今日は遅いから適当に切り上げろよ。先生たちが腰を上げるのと同じくして、俺たちも一緒に立ち上がる。差し入れありがとうございました。マラカが元気よく、そして深々と頭を下げた。俺たちもお礼を言い、先生たちを見送る。私も後片付けがあるから、何やったっけ、なんて読むんじゃこれ。まあ、いや、ユナ先生と一緒に行くね。お姉ちゃん無理しすぎないでね。うん、しずくもわざわざありがとう。ああ、どういう過程でどういう結末になろうと、今していることはきっと大切な思い出になるわ。あなたたちの記憶に残り続ける限りね。それだけ言うとユナ先生は微笑みを残して去っていった。はあ、大人として何か後輩にできることはあるのかっていう感じで、こんな感じになったんだろうか。多分そんな感じではないと思うけど。謎の目線になった山中ちゃん。なんで左上向いてるんだろう。体育館は嵐が去ったように静かになる。また気まずい雰囲気がぶり返すのかと思った。その時。ふ？突然セリカが下を向きながら割り出した。どうした？昨日見た滑らない話のことを思い出して笑ったんかも。セリカ、はあ、なんかバカバカしくなってきたわ。今度は天を仰いだかと思うと吹っ切れたようにそうつぶやいた。いい年で同い年の高校生みたいに騒いで笑い合って、どう考えたって失敗だなのにあんな風に笑い話できてしまうなんて。そうだね、3人とも楽しそうだった。きっと大切な思い出になるか。何を向きになってたのかしら、私。そう言うとセリカはマナカの方へ顔を向ける。マナカ、はい。ごめんね。わあ。え、セリカがマナカに頭を下げた。嘘でしょ、こんな感じで。特にさ、なんか特別なことがあったわけでもなく、
ちょっと先輩方の話を聞いてちょっとバカバカしくなってきたっていう。大人ってすごいな。大人になったら結構昔の嫌なこととかをさ笑い飛ばせるようになってくるんやな。それが大人になったっていうことかもしれない。な、何言ってるのセリカ。謝らなきゃいけないのは私の方なんだよ。マナカ、私さ全然気づいてなかったんだ。みんな高校生になって少しだけ大人になってさ、そしたら春人が帰ってきて、あの時のことを思ったら周りは見なくなっちゃってて、セリカに言われたことも素直に受け止められないくらいに。私だってマナカの気持ちに気づいていながら認めようとしなかったわ。同じよ。二人はお互いの非を改めてちゃんと向き合って話した。俺なんかよりずっと二人はいろんなことを考えていたんだ。ごめんね。それでも私はやり遂げたい。ええ、分かってる。そしてそれはマナカ一人では叶わないこともね。今度こそ一緒にやりきりましょう。うん、うん。おはいいよな、この年頃の女の子って。男の子もやけどあーいい感じ。っていうかさ、セリカさんも初めてウインクしたところ見れて、俺はドッキュンになってます。胸ドッキュンになってます。あーこれドアップにしています。多分編集で今ドアップにしてます。多分みんなもドッキュンになってると思います。マナカは笑顔で力強くうなずくと、潤んだ目を指で拭った。もう途中でつべこべ言わないから、ただただ全力で行くわよ。マナカも白井くんも途中で音を上げたら許さないからね。もちろん俺もついていくよ。これだけ聞いたらさ、セリカ姉様にいつまでもついていきますみたいな感じのさ、射程関係みたいな感じになる。上下関係が思いとるような感じになるけど、違うよ。ありがとう。はい、でもよろしくね。ほら、のんびりしている暇はないんだから練習再開するわよ。あれ、でもさっき先生が今日はもう帰れって。いきなり言い訳だね、春人くん。いきなり結託し始めるんじゃないわ、お前ら。そうよ、この学校の下校時刻なんて合ってないようなものなんだから。それは確かに。確かにや、この学校、正直校則なんかないだろうし、後ろの時計何時さしてるかようわからんし。よう見たら多分5時45分ぐらいやけん、多分さ、そんなに遅く、遅いっていう割には遅くはないと思う。あ、うん。はい。二人の勢いに、気圧され、気圧でいいんかな。稽古はそれからしばらく続いてのだった。よかった。何はともあれ、よかった。仲直りできたわ。ラブホー行けよ、お前らって何があったんや。お前に何があったんや、視聴者よ、お前。ラブホー行くような展開じゃなかった、何一つ。何にせよ、仲良く。仲直りできてよかったな。こういう些細なさ、別にでかいことはなかったけどさ、それをきっかけに仲直りできるっていうのもまた青春ではありませんか。よかった。もう完全に仲直りした感じやな、この雰囲気。じゃあね、二人ともお疲れ様。時刻はもう夜の10時にかかるところだ。塾じゃねえか。もう最近の塾って最近の学生の塾レベルまで遅い時間までやっとんだよ、お前。もう部活の域やな。甲子園でも目指せるのか。この時間になると車も歩行者もほとんどない。もう暗いから気をつけてね。あなたたちよりも遠くないし、心配しなくても大丈夫よ。マナカをちゃんと守ってあげてよ、白井くん。茶化すな。任せておいて。相手は私が守るから。お前が守られる方なんだよ。勘違いするな。マナカが自分の胸をドンと叩く。いや、多分マナカちゃんちょっとおっぱいそこそこ大きいけんさ、ドンじゃないや、プニューだな。効果を間違えてるぞ、マナカちゃん。ゲホお、あ、マナカちゃんどうした。叩きすぎてむせとんでないか。むせた。それにしても春人くんのタイヤのさ、反応3文字で終わらせた。3文字で終わらせた。あ、そんなことになったらたくまにぶっ飛ばされちゃうよ。それじゃあセリカ、また明日。セリカ
今日はありがとう。私頑張るからね。ええ、いい笑顔で帰っていった。セリッカは沸騰笑みを促すとかな、催すとかな、俺たちに背を向けた。その背を見送り、俺たちはセリカとは反対の方向へ足を進める。セリカと仲直りできてよかったね。うん。マラカは上機嫌な様子で、その足取りが軽くなっていた。このさ、前の人間がどうにか仲直りしてもらおうと頑張らんでもさ、自分らで仲直りできるところがまた青春。そう思うな。常とタクマ、それに続くと先生たちのおかげかな。そうだね。いろんな 人に助けてもらっちゃったよ。このお返しは演劇を成功でだよね。マラカの表情は何か決意を固めたようにみなぎっていた。この分だと今後マラカちゃんは特にさ、監督としての失敗はなくなってくるだろう。そういう決意に満ちた笑顔だね。あとは何よりも、ハリヒトのおかげだよ。わあ、それ遠回しになんかラブコールを送ってきてるように感じがする。やばいな、これ手間をやろうって言葉が出てくるからな。でもハリヒトくん、気をつけなはれや。ありがとうね、ハリヒト。マラカの満面の笑みを見て、不意に顔をそらしてしまう。あ、照れてる。ハルヒト君、ちょっと照れてますね。ちょっと、でもそんな、でもさ、今のこのさ、マラカちゃんの目線で見られたらさ、そりゃちょっとそらしてしまうわ。俺だったらそらす。そらさん人はなかなかおらん。あ、どうしたの、ハルヒト。いや、なんでもない。今日は星が綺麗だな。そう思っただけだよ。なぜだか目を合わせることができなかった。それが青春っていうやつだよ。大人になればよくわかると思うけど。ふーん、変な春人。自分の行動に戸惑いながら、俺は少し遅れてマーカの後ろをついていった。わあ。あれ？おい、タクマ、お前。このいい雰囲気をさ、何をお前登場でぶち壊したんだ。 BGM 止まってしまったやないか。できればこのままさ、じゃあね、おやすみハリヒトまで行きたかったのにさ、このお前、タクマ、お前出てくるな、空気読め、お前。バカ野郎、家の前まで来たやないか、お前。家の前で止まってもだ、お前。自宅の前まで来ると、見慣れた姿があった。タクママラカの呼びかけに気づくと、タクマは驚いたようにこちらを振り返った。驚いたのこっちだよ、お前。何お前さ、意外なところ出てきてんねん、お前。あれ、ハリヒトとマラカじゃねえか。どうしたどうした、こんなところに会うなんて奇遇だな。何が奇遇じゃん、お前。待っとっただろ、お前、絶対。何がこんなとこでって、家の前やるぞ。ハリヒトくんとマラカちゃんの家の前やるぞ、お前。いや、だってここ俺たちの家の前だし。え、ああ、タクマは一瞬キョドンとした後、ハッと表情を凍らせた。うわ、こんなとこまで来ちまってたのか。お前それ本当にガチで言ってるのか、お前。え、ごまかそうとしてさ。実はお前ら二人きりでいるって話を聞いたから、ちょっとどんなもんか見に来たかなって、ちょっとそのためにちょっとごまかそうと思ったけどみたいな、そんな感じじゃないんや。ガチで。ああ、また喧嘩でもしたの、タクマ。悪いやつ追いかけてきたんだが、いやー、気づかなかったぜ。よく見ると走り回っていたのか、服装が少し着崩れている。で、お前らはこんな夜明けに何してたんだ。学園祭の準備でちょっと熱が入りすぎてね。はは、セリカの特訓、結構スパルタだったよね。お、セリカとは仲直りできた感じか。うん、タクマ、ありがとうね。マナカちゃん、俺正直タクマが 何したかって言うたらさ、何も思い出てこんけんさ、多分何もしてないと思うわ。俺からも俺を言うよ、ハルヒト君。いや、タクマは何もしてないと思うわ、俺。事情は常から聞いてたんでしょ。礼を言われるほどの言葉でもねえや。
ダチが困ってたら助けてやるのは当然だからな。タケマが安心した様子で嬉しそうに笑う。お前らもなかなかいい顔してんじゃねえか。え、タクマいい顔だなんて、ちょっとそんなゲイの目で見ないでくれよ。俺は女の子がちゃんと好きなんだぞ。まあ二人ともつっかかりが取れたわけだしね。そうかそうか、とりあえずうまくいってよかったぜ。よっしゃ、そんじゃ俺は行くからよ。あんまり無茶してたらダメだよ。分かってるって、しずくみたいなこと言うやんよな。タクマは苦笑いをしながら俺たちが来た方向へとかけていく。ああ、このシーンいる？いや、もうさ、この二人きりでさ、ちょっと春人くんがドキドキしながらさ、家に帰っておやすみ春人で終わればいいのにさ、なぜタクマ出てきた？お前なぜタクマ出てきた？タクマは本当に進出鬼没だね。そうやな、もしかしたらさ、今後さ、これがさ、エスカレートしてさ、おう、ハルヒト、奇遇じゃねえかってさ、出会った場所がさ、ハルヒトくんの部屋だったりするかもしれんけんな。ねえ、いつも街中は走り回ってるみたい。まあ、そのおかげで、おいもセリカも助かったんだけど。あ、帰ってきた初日だよね。みんなのヒーローはこうやって地道にパトロールしてくれてるんだね。なるほどね。タクマの姿が見えなくなってからも、俺たちはしばらくタクマの走っていた方向を見つめていた。はあ。翌日。さあ、稽古を始めるわよ。ほらほら、集まって。セリカちゃん、もうなんか昨日までともなんか全部なんか熱の入り方が違うな。ほらほら集まってって、お母さんとの一緒でお母さんみたいな感じで、お姉さんみたいな感じになったな。セリカお姉さんみたいな感じになったの。わーって近づいてくる人がおるかなと思ったら、どうなんだろうな。昨日までと全然違うセリカの姿にキャスト全員が目を丸める。あれ、え、なんなん。セリカ頭打ったんかみたいな目で見られとるだろう今頃。みんな本番まであと1週間よ。1週間なんじゃ。ほう、来たな、わラストスパート。そろそろ指導も本気出していくからね。え、これまで本気じゃなかったんや。逆に聞こう、本気じゃなかったのかお前は。ああ、そうやな、もうその通りや、お姉様と一緒じゃ本当に。やる気に満ちているというか、キャラまで違っている気がするのも気のせいってやつだろうか。メインキャストは舞台上での立ち位置の調整、サブキャストは交番を再確認して出はけの練習よ。ちょっと見て、どうでもいいけどさ、今出はけって部分さ、俺出はげに見えてさ、出はげってな、どんなはげ方やなってちょっと想像してしまったわ、おめえは。立ち回りは、劇自体をぐっと引き締める要素だから、ちゃんと体に溶け込んで。ああ、あれ、監督がさ、あんまり監督らしくないポジションにいる。おお、姫さが燃えておる。ハル、昨日ちゃんとセリカ来たんだ。あ、うん、後押してくれてありがとうですね。なんかいろいろあったけど、おかげで吹っ切れたみたいだ。まあ、迷える乙女を導くのは救世主と書いてメシャル運命だからな。ああ、ゼーサだ。多分、言おうことは当たると思うけどさ、多分さ、救世主、そのメシアって人は多分お前じゃないぞ。残念ながらな。そこの二人、メインのくせにまだセリフを覚えきってないんだから、喋ってる暇があったら読み合わせてもしときなさい。わっ、はいー。ははは。演劇絶対最高させるわよ。あれ、モナカちゃん、もしかしてさ、オペラの俳優の魂でも乗り移ったん？なんなん。ああ、そして気合にあふれた稽古が続いたある日。眠い
授業中俺を押し寄せてくる睡魔と戦っていた。あれから下校時刻はすっかり遅くなり、家に帰ってからもやることは山積みだ。クラスに活気があるのはいいことなんだけれど、さすがに連日だと答えてくる。おいおい春人くん、そんなの社会人になったら当たり前になってくるんだぞ。頑張れ、もっと頑張れ。うとうとしながらふと村下の方に視線をずらす。潔いぐらいにきっちり寝てるなお前。村下も頬に手を当て下を向いていた。どう見ても寝ている。ご丁寧にずーって頭から出てくるからね。そのまま放っておくわけにもいかず、小声で声をかける。マナカ、お前今どんな色のパンツ履いてる？ああ、マナカが顔を上げるとハッとした様子でこちらを見る。あ、ごめん、私寝ちゃってた。周囲を見渡し状況を把握したようだ。はあ、またやっちゃったよ。やりがちやな。毎日大変なんだから仕方ないって。うん、でも準備期間に甘えちゃうのは良くないし、しっかりしないと。マナカが自分の方を軽く叩く。マナカはいつも一生懸命だね。いつでも全力がモットーだからね。マナカちゃんらしいや。でも本当無茶はしないでよ。分かってる、ありがとう春人。多分この春人くんのセリフはフラグではないだろうかって俺は思っているね。大丈夫かな、これはゲームだからな。この後ドラマチックに何か起こりそうな気がするよ、マナカちゃんの身に。ゲームやけんな。そして当日成功しましたじゃさ、起承転結の点がない、点がないもん。セリカやクラスのみんながフォローしてくれてるとはいえ、マナカがもともと抱えていた仕事に変わりはない。本人が望んでることではあるんだけれど、寝るんじゃないマナカちゃん。そう言ってる途中に寝るんじゃない。またやっちゃったよからさ、学べ、何か学べ。もうセリフの欄にまで Z 出すなお前。もうちょい頑張れや。また寝てるし。放課後、じゃあ今のシーマナカのとこから通していくわよ。よし、気合い入れていくね。舞台稽古は通し練習がメインになり、いよいよ大詰めという雰囲気が伝わってくる。マナカが配置につこうとした配置につこうとして歩き出した。その時、あれ、どうした今マナカちゃん、ちょっと透明人間になったや、一瞬透明人間になったぞお前。突如マナカがバランスを崩したかと思うと、そのまま倒れそうになる。マナカ、おいおいおい、集会移動した、集会移動したぞお前。マナカちゃんちょっと。本番3日前ぐらいでとうとうなんか悟りを開いたか、超能力を、なんか特殊能力発言したぞ。おいおいおい、スペックか、スペックなのか。俺はとっさに前に出てマナカの肩を支えた。あ、ごめんちょっとフラッとして。マナカ大丈夫？どうしたー？力なく俺から離れるマナカを見て、他のみんなも駆け寄ってきた。どうした？青なっとる、顔が青なっとるぞ。あ、うん、ごめんね、大丈夫大丈夫。いや大丈夫に見えんぞ。本当に？いや全然大丈夫じゃないわ。なんならさ、マナカちゃんの顔が青鬼のごとく青なっとるぞ。表現が分かりにくいだろみんな。ごめん、まだクラクラしてる。マナカ、変な遠慮しないで。セリカ、顔色も良くないし少し休んでもらおう。そうね、白井くん、お願いできる？うわー、セリカ様、それは二人っきりで保健室行ってきていいってことですか？やったー、興奮だー。うん、マナカ、ほら
俺はモナカの肩を担ぎ上げ体育館の端の椅子に座らせた。だちゃうよ、ま、え、ハルヒト君違うよ。そこは保健室に連れてってベッドに寝かせて服脱がすんぞ。稽古が終わるまでモナカはじっと椅子に座っていた。倒れるようなことはないだろうけれど、俺は心配になってセリカに声をかけた。熱とかあるんじゃない？セリカ、モナカなんだけど。するとセリカは俺の言いたいことを察してかコクンとうなずく。ええ、早く家まで送ってあげて。うん、ありがとうございます。その仕事を任命されるのを待っていました。ありがとうございます。後片付けを任せて行ってこい。ハル、ごめん、よろしくお願い。うわ、ハルトくん、ヤクトくん、おさらじみの女の子を連れて二人きりで家に帰れる上に、しかも後片付けは免除されている。ハルヒト君、ヤクト君、ずるいぞ。多分周りのみんなはさ心配しとるように見えて一人ぐらいはさ、あ、あい、ハルヒト、ずるいぞお前みたいな感じのことを頭の中で思っとるやつが一人ぐらいおるからな。俺は騙されんぞ。人間ってそういうもんだぞ。おう、そうやな、そのまま家で看病って流れがさ濃厚やぞ。なんて言ったって家が一つ建物、同じ建物だからな。二人に言い残し俺はマラカの元へと駆け寄った。ハルヒト、ごめんね。マラカは顔を上げこちらを見つめる。顔色ちょっと良くなったけど、まだなんか雰囲気あれな感じやな。熱あるんかな。ちょっと体温測ってみればいいのに。やっぱり疲労が溜まっているみたいだ。ちょっと疲労だけか。本当に疲労だけか。大丈夫なの。いや、家に着く前にどこかで。え、どっかでってな、どこだ、ホテルかラブホなのか。いかんいかん、多分この人はコンビニ行ってなんか食べ物買って帰ろうみたいな感じのことを思ってるんだけど、俺がいやらしい方に持っている、持って行ってる。とりあえず早く帰ってゆっくり休もう。うん、ありがとう。立ち上がったマナカに肩を貸そうとしたが、マナカは苦笑いで手を振った。ねえ、ハルヒト。ん？みんなの心にさ、ずっと残る思い出にしようね。いや、マナカちゃん、それ多分死亡フラグやぞ、お前。え、なんなん、マナカちゃん。3日後ぐらいに死ぬの？大丈夫？そんなこと言って大丈夫か？え？死ぬの？ああ。そうだね。脈絡もなく聞き出された言葉に戸惑いながらも俺は同意する。あ、多分ハルヒト君ちょっと察しとるぞ。数日後マナカ死ぬんだなみたいな感じで思ってしまっとるぞ。多分こういう流れだなって、死亡フラグの流れだなって、ちょっとハルヒト君が感づき始めとるぞな。みんな稽古の風景を見ながらそんなことを考えてるのだろうか。なんとなく心に残るその言葉をかみしめながら、俺はマナカと共に体育館を後にした。その夜、俺の携帯が着信音を鳴らしたってとこで終わろう。ちょっとこういうところで終わろう。ちゃんとさ、なんかシーンが変わって場所が変わったところで終わらんかったらさ、前回のパートの終わり方、終わる場所はちょっと悪すぎた。悪すぎたわ。こういうシーンの変わったところで、それでいて今さ、これ俺の携帯電話が着信を鳴らしたって誰からって気になるところで終わらそう。よし、こういうところで終わらすか一番いいわ。そうだな、そうしよう。まあマナカちゃんが体調悪くなって、多分まあ過労だけやけん熱とかは出てないと思うんやけど、まあ休めば治るんじゃないかなっていう状態で、休んで治ってもらえていなって状態で、よし終わります。これでさ、携帯電話から着信音を鳴らして出てみたらさ、マナカの母ですみたいな感じでさ、え、おばさんどうしたんですか、今日マナカが死んじゃったんですみたいな感じになったら嫌やな。もう小川氏めぐる愛の名をのゲームシステムがさ、ゲームの話の流れがどんどん変わってしまうからな、嫌やな。よっしゃ、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ね、また来週はもし、まあ多分さ、今回みたいに早い時間に仕事がおらんと思うんで、まあいつも通り11時間になると思うんですけどね。はい。やりますんで、皆さんまた来週よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。週上げ。
っかり寝ているマナカちゃんの顔に落書きしてやったぜ。油性だからなかなか消えないぜ。悪だろう。